どうもこんばんちはライフガードです。ということでお久しぶりでございます。大変長らくお待たせいたしました。急にいなくなってから約1ヶ月、今年入ってからはねライフガードとしてはなかなかの投稿頻度でやっていたんですけども、6月7月あたりからピタッて止まってましたね。はい、ということで、まあ、今回はその、まあ、だいぶいろんなことがこの1ヶ月間ありましたので、それをね今回はお話ししていきたいと思います。では続けていきましょう。レッツゴー。よーし、ということでやっていこう。なんかハグ求められた。はい、ちょっと待って、なんかめちゃくちゃうまいんだけどなんで、これ喋れ、うん、これ喋れない。いや、マジか。ちょ、この相手やめよう。この相手やめよう。無理だ。そうで、この1ヶ月間ちゃんとフォートナイトから離れてたから、あの車最強時代で止まってんだよね、時が。誰が一番強いのかとかちょっと分かんなくて。そうだから、よかったらちょっと今の環境をね、あのコメント欄でちょっと教えてもらえればなと思うんですけど、痛いな。なんかみんな、なんか俺が下手になってんのかなこれ。なんか上手くない？絶対上手いよね。それでね、この1ヶ月間の話をしていきたいんですけど、まあね、やばいな。そうで、ちょっと本題に移っていきたいと思うんですけど、まあこの1ヶ月間、まあライフガードの人生からしたらなかなか、変わった変わったなって思うような1ヶ月間だったんですけど、まあね、もうもしかしたらこのね髪色とか見て分かってる人もいると思うんですけど、そう、あのね、ライフガード、こんな難かったっけ、こんな剣伐しながら話すのって。こんな難かった、やっ。はい、ということでね、もうちょ、行っちゃいますね。もう行っちゃいます。ライフガード実は、この1ヶ月間人生初の、バイトをしていました。そうなんです。まあちょっとね、どっから話せばいいか分かんないんですけど、まあそうね、まあ、結論から話すと、もうそれのみやね、ライフガードバイトを始めましたっていうということです。オッケー。まあ何のバイトとかはねちょっと言えないんですけど、人生初なんだよね。そう、いやね、金髪が良かったんですけどね、さすがに黒髪になっちゃいましたね。やば、よし。まあなんでまあなんで急にそんなバイト始めたのっていう話なんですけど、めっちゃ大雑把に言うとバイトを経験してみたかったっていうのがまあ一番かな。本当に高校の時からずっと YouTube だけでやってたから、バイトを したことがなかったんよね。それで年齢的にも早めがいい、早めに経験しときたかったから、突発的に速攻始めて、もうね1ヶ月間立ちましたね。7月前から始めて、もう8月いっぱいずっとバイトしてたんで、もうちゃんと1ヶ月週5で、みっちりみっちりだいぶみっちり経験してきました。
めっちゃ楽しいね。うん、めっちゃ楽しい。思ったより楽しかった。まあ、環境もあるんだけど、環境がめちゃくちゃ良くてめちゃくちゃ楽しいね。そう、言うてそんなバカ真面目にあの学校行ってたタイプじゃないから、なんならあの大丈夫かなって思ってたぐらいなんですけど、毎日朝起きてさ行くわけじゃん、みんなそんな無理だって思ったんですけど、意外となんかやっぱ学校とバイトとかはやっぱ変わりますね、だいぶ。でね、そうやっと1ヶ月間やってもう慣れてきて、落ち着いてきたんでね、 YouTube を撮ることが今できてるっていう感じでございます。まあ本当、まあそれだけなんですけどそれだけなんですけど、実際そうそうね、うん、そうだね。まあ、すいません、本当突拍子もなく突っ走って何の報告もせずに急に1ヶ月間ピタって止まって、本当にすいませんでした。あの YouTube やめるとかではないので、はい、そこら辺はご安心ください。うまい、うまいやつが来た、うまいやつが、はいはいはい、オッケー、オッケー、完璧。今までね、こうやってさ、こう1ヶ月、まあ、1ヶ月とまではいかないけど、結構休んだりする期間が、ライフガードチャンネルをね、ずっと見ている方は知ってると思うんですけど、そうあるんですよ。まあ、大体ね、バロしたりね。去年とかだったらバロしてたかな。うん、とか、まあ、遊びほうけたり、そう、友達とね。儲けたりして、まあその言い訳をね1ヶ月後にあげるみたいな感じのパターンしかなかったんですけど、そう今回はだいぶね変わったと思う。進歩じゃないけど、まあ進歩だな、うん、進歩してるな。そう、遊んでたわけじゃないから全くもって新たな経験を積んでくるっていう。やばっ、オッケー。そうね、これからは TikTok とねショーツをねちょっとやりたくて、そう俺の TikTok ちゃんと登録してくれてますかね皆さん。そう TikTok とショーツをちょっとやろうと思ってるので、多めにあの TikTok まだフォローしてない方よかったらお願いします、フォローお願いします。まあ、って感じかな。そうすごいな、お前。ちゃい。よし。OK。はい、ということで、まあそんな感じかな。急に、動画投稿止まってしまって、ほんとすいませんでした。っていう話と、なぜかライフガードバイトを始めるっていう、バイト始めてましたっていうね、お話。でした。あとは TikTok と、ショーツかなを、これからちょっと上げていくと思うので、よかったら見てみてください。概要欄に貼っておきます。9月の14、15、16かな、大阪の方で小籔ソニックのね、イベントがあってそこにね参加するんですけど、リアントキャプテンとお礼かな。で、まあ、あとは芸人さんの方たちとかいると思うんですけど、 そこに参加するのにお前何急に YouTube 止まってんねんって話なんだけど、本当にやばいよね。ということで、あの投稿頑張っていきますので、これからすいません、はい、これからもライフガードよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。